26号上機機関車宇佐三宮線は、かつて、大分県文後高田市の文後高田駅から、日本国有鉄道日報本線の宇佐駅を経て、宇佐神宮のある宇佐八幡駅までを結んでいた大分交通の鉄道路線である。もともと、日報本線から宇佐神宮へのアクセス路線として建設され、だいぶ交通の経営するバス路線と競合するため廃止された。東方面へ、 さらに延伸し、国崎線と共に、国崎半島一周鉄道を形成する計画もあったが、実現せず終わった。1965年3月当時宇佐神宮のある、宇佐郡宇佐町と国崎半島の玄関口にあたる、西国崎郡高田町を国鉄宇佐駅へ鉄道で結ぶべく、地元有志により1911年1月に、鉄道不設申請が提出された。 翌1912年5月鉄道免許状が、カフされたものの、資金調達がはかどらす延長申請が繰り返された。ようやく1914年3月になり、宇佐三宮鉄道が設立され、資本金を15万円とし、初代社長に水野江広氏が就任した。同年12月工事志向の認可が降りると、1916年3月、文後高田宇佐宇八万館が開通した。 業績は校長で車両、施設など増強し、マタマ及びハ田への路線延長を計画した。1924年に、文後高田より中又タ村までの延長不設免許を取得したが、地元の文後高田町が中間駅となることに反対の声を上げ、また、桂川の過強費用の問題もあり1928年免許執行となる。また、 宇佐八幡駅より非出生鉄道配電駅までの延長不設免許を1928年に取得すると用地取得、工事着手と順調に進んだが終点配電駅の共同使用について豊か州鉄道が不利になるとして難色を示したため協議にならず1930年鉄道大臣に最低型を申請するが決着はつかなかったそうしている間に不況の影響で 収益は悪化しついに1935年に計画は放棄され、西国崎軍と宇佐軍を結ぶ計画は消滅した。1965年8月当時宇佐軍の大地主で、明治23年から明治33年まで、県下長者番付筆頭。競売にかけられるなど、豊洲鉄道の社内は混乱していた。注文後、甘宮製作所が倒産したため合資会社、 甘宮工場で再起。ありがとうございます。